神戸町は岐阜県アンパチに属する町。農地平野の北西端にある。バラやアルストロメディアなどの柿、小松菜などの野菜の生産で知られる。水星以外の隣接市町村にはすべて山があるため、神戸町域に山はないものの山が迫っているように見える。アンパチの中で唯一大垣市の北に位置する市町村であるが、 これは、大垣市の地域の大半がもともと、安八軍に属していた事情がある。この地域が、昭和の大合併によって、大垣市となったことから、その他の地域の安八軍と分断されたためである。比叡山延暦寺の昭園時代、または、平野草と称したと、中心部を最長が通った際に建立された寺を、きっかけに建立された日吉神社の門前町として、 明治初めまで死が立ち栄えた。また、長域南端を中山道がかすめている。関ヶ原の戦い直前の徳川家康が、伊比川を渡り当地に入ろうとした際、石田三成方に銃撃されたという噂もある。これは、作り話の可能性もあるが、後に将軍となったため観光令が敷かれた可能性も、ある。なお、家康が当地を通ったのは事実であるが、柿を手に取って、 大垣はが手に打つと大垣にいた三成を指して言い,い、天垣にもかかわらず、ああ渋かった、渋かったと言ったと言われている。なお、石田三成は、天正19年に神戸とは、伊吹山地を挟んだ、沢山城に入っているが、当初は、倉入地の大官として、沢山城に入ったもので、正式に、助は山城主になる文録4年以前の三成。 本人の所領は、神戸とその周辺にあって沢山から統治していたとする指摘が出されており、神戸は三成が領主を務めたゆかりの土地であったことになる。定型都市神戸町立図書館名を池田町の岐阜県立池田高等学校の校庭のグランド部分が当庁にかかっている。これは神戸町もかつて高校誘致をした名残である。また、 岐阜経済大学のグランドも当庁に存在する。神戸町内を走る養老鉄道、高校米駅路線バス高速道路県道、本町通りの商店街の道幅は、昔から30メートルほどと広い、一車線ずつの車道と広い路肩とを塗り分けるカラー補償がなされている。なお高校米駅の名もこの道幅にちなむとの説がある。ヤシャガ伝説の里、平安の昔に、 秀デが続いた際、時の有力者アンパーチダユうやすつが何気なく幸運の、なさをぼやいた相手がたまたま、ヤシャガイ家の竜神の化身だった蛇だったため、竜神が雨を降らせた見返りにヤスジの娘が、竜神に嫁入りすることとなり、以来秀デの際には、ヤシャガイ家に雨乞いするようになったという話。毎年8月17日には、竜神祭が、ヤスジの子孫によって、 伝兵衛の住む神戸町安敷の矢社堂で行われる。また、矢社ヶ池と神戸町との間で、毎年7月、矢社ヶ池伝説マラニックというマラソンが行われる。日吉神社の狛犬全学院。ありがとうございます。